NHK から国民を守る党の政見放送です。お話は NHK から国民を守る党代表立花隆さんです。私は元 NHK 職員で NHK から国民を守る党代表の 政治家 YouTuber、立花隆でございます。今から、まあまあ面白い政権放送をしますので、皆さん録画をして YouTube にアップロードしてください。この放送に著作権はないので、どんどん YouTube にアップロードして拡散してください。NHK から国民,の、ま、国民を守る党の公約はただ一つ。それはもちろん、NHK をぶっすでございます。さあ、テレビの前も、 前のあなたもご一緒に NHK をぶっ壊す。スタジオにいる NHK の職員も皆さんもご一緒に NHK をぶっ壊す。やるわけないですね。NHK をぶっ壊すとは NHK に受信料を支払わない方には NHK の電波をストップするということです。専門的な言葉を使うと NHK スクランブル放送の実施です。NHK をぶっ壊す。 なぜ NHK をぶっ壊さないといけないのか。それは NHK の男女のアナウンサーが不倫、路上、カーセックスをしたのに NHK はその事実を隠蔽しているからです。皆さん、不倫、路上、カーセックスですよ。夕方の丸ごと山梨というニュース番組のキャスターをしていた男性アナウンサーと女子アナが放送終了後、不倫、路上、カーセックスをしていた事実を写真週刊誌が報道しました。 しかし NHK は未だにこの事件を隠蔽しているのです。3年前の出来事です。男性アナウンサーはそのまま今も NHK の職員をしておりますが、女性アナウンサーの方は首になっているようです。これ明らかにセクハラでもありますし、パハラですよね。こんな不祥事を NHK は未だに視聴者に説明をせず、事件発覚の翌日に不倫路上をカーセックス,しスをしたキャスター2人を降板させ、 不倫、路上、カーセックスをしていないと思われるキャスターに差し替えました。キャスターを差し替えた理由を視聴者に説明せずです。まあよくもこんな重大な事件を視聴者に説明もせず、しれーっといてられるなと思います。不倫ですよ。路上ですよ。カーセックスですよ。皆さん許せますかもう一回言いますよ。 不倫ですよ。路上ですよ。カーセックスですよ。まだ言いますよ。不倫路上、カーセックスですよ。とにかく、不倫路上、カーセックスを隠蔽している NHK をぶっ壊す。私は2005年に NHK を退職して以来、14年間 NHK に受信料を支払っていません。NHK から20万円ぐらいの請求書が届いていますが、すべて踏み倒しています。もちろん、 NHK から国民を守る党所属の27名の現職政治家も全員 NHK 受信料を支払っていません。NHK の受信料を不払いしていても政治家ができるのです。さあ、あなたも一緒に NHK 受信料を踏み倒しましょう。NHK を出っかわす。もうすでに NHK に受信料を支払っているというあなたも遅くはありません。銀行などの 自動引き落としてお支払いのあなたも大丈夫です。NHK 受信料を不払いする方法をご紹介させていただきますね。まず、NHK フリーダイヤル0120-151515に電話して、あなたの住所とお名前、電話番号を伝えてください。そして、自動引き落としから継続振り込みに変更してください。これ、これだけ言えば OK です。そうすると、自動引き落としては止まり、 NHK から農部署が送られてきますが、そのまま無視してください。え ?NHK の受信料を支払わなかったら、集金人がやってきて怖いとお考えの方、たくさんいらっしゃると思います。でも、大丈夫です。NHK 撃退シールというのがあります。NHK 集金人の訪問がピタリと止まる NHK 撃退シール、全国の皆様に無料でお配りをさせていただいております。また、私、 立花隆の名前を使ってください。NHK 集金人は私の名前を言うだけで、立花さんに電話しますよっていうだけで逃げていきます。まあ、詳しくはその理由について YouTube をご覧いただきたいと思いますが、NHK 受信料不払い専用コールセンターというのも、私ども NHK から国民を守る等には準備がございます。東京03-3696-0750、こちらの方にお電話いただければ、朝の10時から 夜中の11時まで5人のオペレーターが受信料不払いをサポートさせていただきます。NHK をべっこいます。いや、このね、NHK のスタジオで、この NHK を、NHK の受信料の不払い、受信料を踏み倒す方法をね、このスタジオで大きな声で言える。そしてこれが全国の NHK、全国のテレビで流れて、さらにそれが YouTube で何度も何度も 再生される。楽しいな。これも NHK 潰れるでしょう。ね。ぜひ一緒に NHK をぶっ壊していきましょう。NHK をぶっ壊す。皆さんはスマートフォンをお持ちですか私は現在51歳です。2年ほど前からスマホを利用していますが便利ですよね。でも、なんと NHK はこのスマートフォン、iPhone もそうですよ。ワンセグだけじゃないんです。スマホ、iPhone も含めて パソコン、インターネットから受信料を取ろうとしています。今年、NHK の、このインターネットで NHK の放送を流すという法律が国会通過しました。来年からは NHK の放送が皆さんのスマホやパソコンでも流れるようになります。もうね、むちゃくちゃなんですよ。これね、悪いのは国会議員です。 いわゆる規制政党に所属している国会議員が NHK のこのような無茶苦茶な要求をそのまま飲み、うのみにしてるというかそれをそのまま受けて国会で NHK の言うことをそのまま承認してるっていう状態です。だから皆さん選挙に行ってもらわなきゃいけないんです。ぜひスマホやパソコンから受信料を取ろうとしている NHK を皆さんと一緒に潰していきたいと思います。NHK を べっこわす。そして NHK を応援している国会議員もべっこわす。さて今回 NHK から国民を守る党から立候補している約40名の候補者や NHK から国民を守る党に所属している27名の現職政治家はそのほとんどがエリートではありません。代表の私を筆頭に大学を卒業していない者が大半で中には善科者もおります。いわゆる庶民の集まりです。一方で 今の日本の政治家は一流大学を卒業したエリートと呼ばれる人たちがほとんどです。頭のいいエリートが国会に集まってやっていることといえば消費税の増税とか NHK の受信料を無理やり払わせる法律を作ったりとか先ほど申し上げた通りスマホでも受信料を取ろうとしている。ろくなことしてません。誰がスマートフォンで NHK の番組を見たがってるんですかスマホで受信料を取る前に 国会議員は国民の声を直接聞いたらどうですか ?NHK の受信料制度こそ国民投票して決めるべきだと思います。NHK を撤回す。スクランブル放送とは NHK に受信料を支払わない人に NHK の番組をストップすることです。つまり水道や電気、携帯電話と同じように料金を支払わなければその人にはそのサービスを止める、ストップする。NHK もそうすればいいのです。 水が止まれば命が止まる。電気が止まって、熱中症になって倒れる人が出ます。携帯電話が止まれば仕事や日常生活、災害時にも影響が出ます。NHK の放送がんてなんて見れなくても誰も困りません。だから国会議員は NHK を見たくない人の権利を保障するために直ちにスクランブル放送の実現に取り組むべきだと考えます。NHK を べっコマす。このインターネット時代に全ての国民から受信料を払わせようとしている国会議員、あまりにも時代遅れです。というよりも庶民の気持ちをあまりに理解できていません。NHK から国民を守る党は、今回の参議院選挙を令和の百姓域と銘打って選挙戦を戦ってまいります。エリート国会議員がお代官様で、我々庶民が百姓です。 デフレで景気が悪いのに消費税を増税するワンセグ機能付きの携帯電話と普通のテレビで同じ同額の受信料だインターネットからも受信料を奪い取るホテルの客室は全室受信料を払え。もういい加減にしてくださいませ、お代官様。そんな理不尽なお金、我々庶民は払いたくないし、払えないんです。さあ、令和の時代に来ている庶民の皆さん。 クワやカマをスマートフォンに持ち替えて投票という百姓一揆を起こしましょう。私が令和の大潮平八郎となって皆さんの先頭に立たせていただきます。NHK をぶっ壊す。国会では官僚や政治家が嘘ばかりついています。私は政治家ユーチューバーとして森友事件の取材をしています。事,前事件発覚3ヶ月後に 森友学園元理事長の籠池さんと面会し、昨年3月には安倍昭恵総理夫人から直接ご連絡をいただき、森友事件について意見交換をさせていただいております。事件の当事者と思われているお二人から直接お話をお伺いしても、全く事件の真相に迫ることができません。おそらく森友学園の顧問弁護士だった SY 弁護士が事件の真相を知っているはずなのに、国会も大阪府議会も 森友学園の顧問弁護士だった SY 弁護士を参考人としていまだに呼び出しません。政治家が真相の究明をしないから財務省ノンキャリアの真面目な職員が自殺をされてしまったと思います。悲しすぎます。秋恵夫人も悲しんでおられました。心の病を経験した私から一言。しんどい時は休んだらいいんです。 必ず元気になって世の中のお役に立てる日がやってきます。ゆっくり休んでください。私は14年前までこの NHK 渋谷放送センターその辺で働いてました。私が正義感にかられ NHK の数々の不正経理について週刊文春で内部告発したら上司や同僚などにこの NHK 局内でいじめられました。私は子供の時に親や学校の先生に 悪いことを見つけたら注意しないといけないとか悪いことをしたら謝らないといけないと教わりました。なぜ大人は悪いことをしても隠すのですか正直に謝らないんですかどうして正直に謝ろうとしている人が心の病になって自殺しなければいけないんですか大人になれよって上司や先輩から悪魔の囁きによって正直に生きていた子供が 嘘をつく大人に変わってしまうのだと思います。そして嘘をつく人間が出世し、正直者が心の病になって自殺する。おかしいじゃないですか。私は他人からありがとうと言われると幸せな気分になります。ありがとうと言われるのが嬉しいと感じる人が政治家をすればよいと思います。私は大学を卒業していないバカな庶民ですが、エリートと言われる政治家や、 官僚よりも優れている部分があります。それは弱い者いじめをしないという正義感であり、失敗を他人のせいにしない責任感であり、公のために尽くしたいという使命感です。正義感、責任感、使命感の強い人間が今の日本の政治には必要です。私をはじめ NHK から国民を守る等の人間は NHK から被害を受けておられる国民を全力で 命がけでお守りさせていただきます。他人からありがとうと言われると涙が溢れてくる人間の集まり、それが NHK から国民を守る党です。また NHK から国民を守る党はごめんなさいと言える人間の集まりです。政治家は失敗や悪いことをしてもごめんなさいと言わず、遺憾ですとか申し訳ございませんとしか言いません。間違ったときに素直に ごめんなさいと言える人が政治家をすればいいと思います。NHK をぶっ壊す。私は NHK が大好きです。私が NHK が大好きだからこそ NHK を叱っているのです。今の NHK は公共放送の役割や使命を果たしていません。NHK 職員は公共放送の役割や使命を理解をして仕事をしてください。NHK を ぶっ壊す。今回の参議院選挙では、まだ選挙権がないお子様やお孫さんの意見も参考にしながら、ぜひ NHK から国民を守る党の候補者に投票していただくよう、お願い申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。えー、それでは皆さん、ご一緒に NHK をぶっ壊す。テレビの前の子供たち、一緒におじさんと一緒に NHK を、お茶場の皆さん、 ぜひこの NHK をぶっ壊す決して危険な言葉ではありません nhk に対して国民の思い怒り愛情を込めてぜひこの NHK をぶっ壊すというワードを全国に広めていただきたいと思います最後にもう一度 NHK を続いて名簿搭載者の方々のお話です司会は NHK から国民を守る党代表、立橘隆さんです NHK から国民を守る党の立候補者を紹介いたしますまず、京大医学部卒浜田聡でございます 比例代表で立候補している浜田聡でございます。京都府京都市出身、現在は岡山県倉敷市に住んでおり、医師として働いております。 現在の NHK 受信料制度では NHK の放送を見ているのに払わない人がいる一方、見ていないにもかかわらず NHK の集金人により強引な契約をさせられ受信料をいやいや払わされている人がいるなど不公平な状態です。我々 NHK から国民を守る党はこの問題を解決するため受信料を払えば見ることができる、払わないなら見ることができないという NHK 放送のスクランブル化を目標として活動しております。 NHK 放送のスクランブル化のためには、現在の受信料制度を規定している法律である放送法を改正することが必要です。それには NHK から国民を守る党の候補者を、この選挙で当選させ、国会へ送り出す必要があります。見たい人だけが受信料を払ってみるという NHK 放送のスクランブル化を達成するため、NHK から国民を守る党への投票を心よりお願い申し上げます。浜田聡志でした。 次に NHK から国民を守る党の鉄砲玉、岡本幸信でございます。ぼーっと来てんじゃねえぞ NHK! ぼーっと来てんじゃねえ国会議員チコちゃんが叱るんじゃないこの岡ちゃんが激怒してるんだ今のうち NHK の集金人、再就職先を探しておくんだ令和の百姓期が始まるいかれ国民、立ち上がり有権者投票先は NHK から国民を守ると、NHK をぶっ壊す !NHK をぶっ壊す !NHK をぶっ壊す令和の百姓一期で NHK をぶっ壊す ぼーっときてんじゃねえぞ、国会議員ぼーっときてんじゃねえ !NHK!NHK をぶっ壊す !NHK をぶっ壊す令和の百姓一揆で NHK をぶっ壊す盾は国民、怒り有権者 !NHK をぶっ壊す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 んだ !NHK をぶっ壊す !NHK から国民を守る党の政見放送でした。